こんにちは、クリッカートミーです。歴代モデルの特徴である圧倒的といえる良好な視界、取り回しの良さを実現しながらパッケージの面でも進化を遂げている新型ジムニー。運転席に座るとボンネットの先までよく見渡せるのはもちろん、先代よりも A ピラーの角度が立ったことにより頭上や肩周りの余裕が生まれています。実際にヘッドクリアランスは前席が50mm、後席は45mm、先代よりも拡大し、ショルダールームも前席が 20mm、後席は 70mm も広くなっています。また前後乗員間距離は 40mm 延長されています。なおフロントオーバーハングはプラス 10mm、 リアオーバーハングはマイナス 10mm に変更。さらにアクセルペダルから運転席のヒップポイント間を 30mm ストレッチすることでドライビングポジションを改善。 35mm の幅で調整可能なチルトステアリングも備わり、より幅広い体型の方をカバーしています。ジムニーシエラはタイヤサイズが変わったことで前席のヒップポイントが 15mm 高くなり、より高い位置から前方を眺める感覚になっています。なおアクセルペダルからヒップポイント間のプラス 30mm、 前後乗員間距離のプラス 40mm はジムニーと同じ。リアオーバーハングのマイナス 10mm はジムニーと同じ数値ですが、フロントオーバーハングは先代よりも 40mm も短くなっています。こうした巧みなパッケージングにより居住性を向上させながら、ジムニーの最小回転半径は 4.8m、シエラは 4.9m で先代と同等。ただし A ピラーを立てたデザインとすることで横方向に視界を広げ、視覚が小さくなった分取り回しの良さを実感できるはず。他にもドアの開閉を従来の2段階から3段階に変更し、乗降性を向上させるなどのメニューも盛り込まれています。